よよよよよよかつゲーミングルーム、イエーイ、こんにちは皆さん、よよかです。しどです。はい、今回はファイナルファンタジー1、うん、というかファイナルファンタジー3回目です。3回目、まだ3回目っていう。はい、ということでやっていきましょう。今日はしどくんが隣にいてくれます。操作はしません。はい、しません。じゃあ始めよう。イエーイ、スタート。初めてだな。おお、スタート、スタート、イエーイ。ん、あ、そうだ、船に乗ってたんですね。え、どこに行くの？東、どっちだ、どっちだ、西かに東のどっちかに、ここに今ね、この赤いやつが自分で、うん、このなんか右側にあるのは私もう行ったはず。ほう、なのでこっち側、こっち、こっち、こっち、そうそうそう、あの、この左側、地図の左側に行きます。よし、じゃあ操作して。よー、はやっ、オッケー、先行のチャンスだ。ちょっと、この人怖い。はい、なんかすごいみんな強くなったね。この目玉のやつ私好きだな。俺としてはデスグロスだなって言ってたもん。早いよ、早っ。チョーク初めて会ったわ。え、強くね？ちょっと強いわ。やばい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 、シドウが死にそう。シドウってどれ？これ、ほら、もう赤になってる。こいつ強いな、強いな。はい、これ戦うのはで、魔法でキアルだ。うん、シドウだ。危ない危ない。あ、待って、これした。あ、リエもやばい、リエもやばい。あれ、やれちゃった。あ、レベルアップした、レベルアップした、私以外レベルアップした。おー、上がった。HP も上がったけど。幸運とかもあるんだね。ねえ、俺まず回復してくれないと。あ、なんかどっかに着いた。これどこに本当に行けばいいんだろう。うん、でも一応下に行こう、一応。あ、ま、うわー、シャークはやばいって。ピヨピヨ、魔法使っちゃおう。いや、もうサンダー全員でいいんじゃない。これサンダーって、あ、でも水だからさ、弱いんじゃない。どうする、チャクがいいと思う。はい、おりゃおりゃおりゃ、なんで俺を狙っていくんだよ。なんで、お、ミス。攻撃は、頑張れ頑張れ、サンダー、おー、死んだ。71って強くれ、71、強いよみんな。頑張れ。え、待って、30、あ、やばい、待って、なんか強ないですか。強い、あ、やばい、やばい、やばい、マジでやばい。よよかが、あ、自分もレベルアップした。よかったじゃん、よかったね。はい、ちょっと皆さん大丈夫ですかって、あ、待って、しょうがないですな。しょうがない。ポーションを自分に使おう。はい。ちょっとやばいかも、本当に。いや、けど、この間入ってみよう。けど、幸い、いけない。幸い、お父さんが、あの、え、あれ、あれ、ちょ、あれ、あれ、あ、一人逃げたし。まだ、チドが。チドが、大丈夫か。けど、あの、意外と秋冬もやばいね。ちょっとやばいね、皆さんやばいですね。早く倒して。いや、これ本当にやばくない、これ本当にやばい、やばいよ。これ、これね、あれ、なんか結局持ってたことないでしょ。あ、方角、
よし、こっち行って。あ、危ない、ミス。本当にやばい。ちょっと一人逃げた。逃げるが多いね。一人逃げた。強くね、すごい、この、私と指導が強いんだね。で、下に行って、これで降りれるから。おお、ここが自分、今だから、ここはね、全部私が一回行ったことがあるもの、ところが映ってるんですよ。なので、ここ行ったのか。じゃあ、こっち、下のところ行こう。うん、なんか村とかありそうやけど。お、お、あった！あ、これで回復しようよ。さあ、ここは、あ、エルフの町。エルフ。すごい、エルフ。エルフの、あれ、セーブしない。あ、そうだ。外に出ない。外に出ないとね。ここで一応セーブしたか。うん、けど、なんか、はい、やばいよね。はい、セーブが完了です。よし、じゃあ絶対宿に泊まろう。はい、宿に。あ、なんかエルフがいる。ちょっと話してみたい。あ、王子様を助けてください。あ、どうする？え、どうしたんだろう。王子様。なんかこのエルフしかいない的な。ちょっと待って、なんでこんなにいないんだろう。あの、一応ベッド。あ、ちょっと、ちょっとね、最初に回復のために。100ギル。100ギル。な、何ギル持ってる？はい、おやすみなさい。これって全回復するの？ルーン。はい、全回復だよ。あ、いたいた。なんかいる。ちょっと待って。いけない。いけないわけは。あれ？あれ？これはなんだ？え、リンクここに眠る。リンク。なんだろう。リンクってさ、妖精だよね。いや、妖精ではないけど。ちょっといろんな人に話を聞いてみないとわからない。そうやね。よし、いろんな人に話を聞いてこよう。さっき2人ぐらいいましたけど。うん、いたから聞きに行く。あ、ここって、あ、なんかいる。なんか女王みたいな感じが。こんにちは。こんにちは。私は預言者です。え、しかるべき時が来れば預言が降りてくるでしょう。その時まで待つのです、若者よ。え、あの装備屋さんとか寄ってかない？お、ちょっと待って、その前に話を聞こう。ミスリル銀で作った剣や鎧は頑丈ですごく強力なんだ。威力だった。威力だった。使ってみなよ、驚くからさ。そうなの。じゃあ買ってみたら。その前にここの人たちに話を聞いてみたい。昔、西に向かって旅をしたことがあるんだ。古びた城に迷い込んだってさ。誰もいなくて、すごく気味が悪かったから、さっとさっと逃げてしまったね。じゃあこれすごいヒントになるんじゃない？西へ向かって。王子が目覚めなければ、妖精王は誕生する。ダークエルフの闇の力がエルフを支配することになる。ダークエルフっていうものがいるんだね。これって何屋さん？王子、妖精王になられるはずだった。あ、もう一人いる。本当に何なんだろう。これってさっき言った人？あ、これも一回来た人か。どうする？出る？どうしよう。けど僕は強、すごいって言ってたよね。待って。エルフの城。あ、エルフの城入れるな。さあ。見てみよう。あ、綺麗。なんか所々こうやってないね。なんか水色のが。さあ話しよう。私たちの王子がアストスって誰だろう。アストスの呪いで眠ったまま、ね、目をは目覚まないです。あ、お願いです、王子を助けていただけませんか。あ、同じこと言ってる。なんか、あ、誰か来た。助けなきゃいけないって。ダークエルフの王アストスは突然この城にやってきて、王子に眠りの呪いをかけ城の財宝を持ち去ったんだ。あ、けどさ、この部屋、そんな大変。なんかあの隠し部屋とかあるかも。
隠しがあるかな。なかったっす。ないですか。ちょっとこっち行ってみよう。ちょっと冒険的にね。だけどさっきなんか扉あったよ。すごい。アルディの海、その西の端にある洞窟はドワーフたちが住んでいるんだ。あいつらいいやつばっかりで。へえ。いろいろな西に結構なんかいろいろある。行こうと思ったら私迷ったっていうか。なんていうか。この長いところは何にもなかった、うん。奥に行きたいんだけどどうやって行けばいいのかな。行けると思う。これまっすぐ行け行ってこっちでこれ。あ、あった。シロ君。う？あ、王子だ。ドクター、王子はアスタスの呪いでもう5年も眠り続けている。眠りを覚ます良い薬はどこかにないものか。薬？何？あ、なんかすや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 。てか、後ろになんかある。なんか行けるところがあるのか。なんか行けるところがありそうだけどどこから行くんだろう。あ、こっちかな。あ、そうだね。いけいけ、頑張れ。タッ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 タ。あ、さっき。あれでももうなんか行けない。あ、でもここに何かある。行こう。外に出て。いや、あのこっちから出た方が早いと思いますが。けどさ、これアストスって誰なんだ。あ、出ちゃった。どうやって行くの外。だ、もうちょっとこう行って多分行ける。わかった、俺。で、こっち行くしょ。ここ入って。いや、こうだと。お、すごい。ギリギリじゃん。あれ？けどこれ。このなんか神秘の鍵っていうのが前もなんかあった気がする。え、じゃあここちょっと行け。神秘の鍵っていうのは。何？どこにあるんだろうか。なんだろうね。前から不思議になって思ってた。あの一応ちょ、なんかいろいろ買って帰りましょう、うん、帰って冒険して西に行けばいいのかな。これ黒魔道よ。あ、剣あった。剣を買ってみよう。てか何があるのかな。そっけど強いって言ってたね、威力とか。え、強だが、もうここはいいかな。じゃあヌンチャク、鉄ヌンチャク買ったら一つ。うん、イエーイイエーイ。あと俺も一つ買っとこうかな。一番高いんだこれが。あと俺ができるやつってないかな。ないな。なんかあれ、剣士っていうか勇者的なものだから。あれはこの家がすごく気になる。なんだこれ。あーこれだこれだ。ごめんなさい、ちょっと分かってなかった。これって教会。おう、あれ、あ、こっちに防具屋があるな。そうそうそう、だから見てみようね。すごいなんかお金あるよね。お、鉄の鎧。すごい、みんな。どれ買えばいいのかな。けど俺鉄の鎧欲しいです。君だからね。いや、一応一つ買っとこう。いや、あとあの一番秋姫が攻撃されたらやばいので。あの色。そして秋文が強くなれるのこれかな。いや、あとまあ兜はあこれだけか。けどこれ安いからね。2つぐらい。うん、2つぐらい買っといたらこっちっとな。そしてじゃこれとで頭につけます。この人にもつきます。よし、だいぶ強くなったんだ。おだり
よし、じゃあどこ行く？船で。この店の曲もね、いい。ねえ。これさ、なんかすごいなんか熱盛に似てんだけど。最初が。これって何なの？何屋さん？これ白窓どうする、どうしよう、白窓も行ってみよう。白窓ほう、おお、今ちょっとこうだね。変えない、ちょっと戦いに出よう。間違えました。黒窓も一応見ていた。いや、黒窓も大丈夫。黒窓もせんか、ここから出られるの？ん？え、あ、なんかあった。え、喋る。誰も知らないのです。じゃあこっち。本当に誰も知らないんだね。うん。でもなんか急に来たってことだよ。危ない危ない。あ、チュンチュン。うる。ルル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 ル。お、強い。え、全部1位になってる。強くなってる。強い。もうちょっとだけ、もう一回ぐらい戦おうかな。じゃあ森の中入ったら。ちょっと間違えましたよ。間違ったよ。森の中入ってみたら。入ってみよう、したら。ポチポチポチ、あうわ、待って、何、ちょっと待って、オーガって何？え、オーガって何？え、オーガ強くね？あ、やってた。結構弱かったで、ね、弱かったで、ね、いやけどこっち強いな、ちょっと粘りづらいな、君すごい強化してるはずだったのよね。はい、あ、入りすぎちゃう？どうした？ほい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 、え、ほい、お金貯まった？貯まったと思われます。多分貯まってない。あともうちょっとだよ。あと5回ぐらい戦おうか。けど森は危険だね。森強いわ。でも強いもので戦わないとギルはそんなに増えないかもしれない。いやけどさ、よし、強いね。あ、こっちから出られんのね。けど、はい、おおがでかくてびっくりした。面白かった。私も初めて会った子もこれでやって、コブラ、コブラね。そうね、多分ね、コブラってことは多分、あ、やっぱ毒食らっちゃいますね。はぁ、ポイズン食らっちゃった。おぉ、レベルアップしたじゃん。おぉ、レベルアップした。私だけなんかレベルアップするのしづら。あ、ちょっと待って、やばい。あ、けどアイテムで多分毒消しあったはず。あ、あった。あった。イエーイ。ピー。すごい、あの音だね。このなんかレベルアップの時の音も私は好きだな。また。なんか。よし、頑張れ。こいつは弱いから。頑張れ。あ、逃げた。え、2人逃げた。けど、あの、俺だけすごいなんか体力遅れ、俺だけ。おう、どうか、レベルアップ。おう、レベルアップ。イエーイ。94しか獲得できない。でも山の方面行った。そこまで行くとちょっと帰ってこれると。オーガー、オーガー多分強いから。あ、攻撃が強い、すごい強い。やばい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 。よし、じゃあたまった、一応見てみよう。よし、うん、やばい。ギル、あ、ある、大丈夫だ。あるって、ギャル、オッケー。ん、あの魔力ってある？魔力って何？あ、まあ、まあ、いって。これ溜まったと思うぞ。
え、だから止まったんだよ。おお。さあ何を覚えよう。ヒールって何？ヒールっていうのは、あ、味方全員すごい。これかな？いや、けどこれにしましょう。この話が使えないけど、けどレベル3ってすごくね？いきますよ。うん。せやな。カカ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 カ。おお。よし。これでちょっと間違えた。でも24だから、リエの魔法を使います。けど全員やったら、いや、あのヨーカーも一回だけやって。あれ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 、なあ、最強って何？ OK。この次、なんか誰かが話してたんだけど、なんか城の人だったかな、ね、なんか、なんか城、西のなんか洞窟に行くと、ね、なんかドワーフがいるって言ってる。あと西に行って、あの城古い城不気味だったって言ってた人もいたよね。ちょっと西に絶対行くっていうのは絶対目標にしよう。あれ、ん、ここって、あの、ここで止まれば別に良かったのに。あ、あった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 。ペペ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 。けどこの人たち弱いっちゃ弱いよ。この人なの、この、いや、人じゃねえの、これ。けどさ、このあのリエ、うん、ドボンはすごい強っ。おお、やった。でもサメは強いかな。西ってどっち？なんか、このリエがまだ2つしかさ覚えてないし、ちょっと弱いかもしれない。だからお金を食べよう。食べよう。食べ、いや、けどさ、あの船に乗ってさ、前さやった時すげえシャーク強かったよ。だから船に乗ったら、いや、魔法が変えない。その、いや、船に乗って知的そこら辺を歩いてく。うわー、おお、合ってしまったと。あれ、多くね、風。ちょっと多いかもしれない。ちょっとやばいかもしれない。いけー、頑張れ。応援する。この人たち、守りがさ、守りはちっちゃく強い。守りが弱すぎる。あとさ、猛攻が、寝ばなー。おう、あと一回戦えばいいじゃん。おう、デクキシーン。なな、ちょっと、はい。あ、ちっちゃい林みたいな。よし、あ、強いのばっか。モンスターの先制攻撃がひどい。あー、しん、あ、ひどい。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、死んだ、マジでやばい。押したら、やばい、やばい、本当にやばい。そんなに入んなかった。し、やばい、やばい。けど白強いな。強い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 。あー、あのね、お父さん、あの、ゆうか死にました。私死にました。ちょっと文句弱すぎ。
待ってください。あのこの人の魔法的に復活させるものないですよね。いや、ヒルはないんだよな。だから買おうっていう。何を？あ、1060ギガある。ギルだ。ギガ、ギガ、ギガ、ギガって何？いや、車道も一応見ておいたら。いや、そうだ、車道こっち側にさ、あのさっきなんかどこだこれって言って、これほら教会、なんか教会なんかちょっと分かりす、ね、はい、え、あ、はい、すごいな、このおじいさん。あ、あのけど HP が、はい、はい、1なんですよね。これがこれでちょっとあの、はい、引く、うん、ケアルできない。あのヒールやったらみんな少ないし、宿屋に行く方が得かもしれない、うん、けどさ、でもお金がどんどんなくなってくな。いやけどギルダだよね。ギガじゃなくてギルだよね、うん、けどまだ1000ギルは残ってるよ。ギガじゃなくてね、ぽよん、あの、待ってやる必要あります。なんかエルフかわいい。なな、黒窓一応見といたら。いや、黒窓は足りてます。あ、結構です。戦う、うわジェンキーなりすぎだろ。またさっきの組み合わせきたらどうなんだよ。あー、同じだったね。マジで、はは。あのね、いや、まずこいつを倒した方がいいと思う。いや、まずこいつで。いや、けど、おらなにあの、さっきのね、恨みね。あ、ほか、ダメージもなんも。よし、私レベルアップです。やった。ヨヨかね、てか、ジョブって変えられないんだっけ。あー、どうだったっけ。変えれないと思うよ。俺は、俺変え、あの、これは俺って何。え、強っ。今尺だったな。え、すごい。頑張ー、頑張ー。今ゴーでした。頑張ってくれー。俺、なぜか知らないけど、俺頑張れー。けど一ついいですか。あの、リエの攻撃力少しだけ弱い気がするんですけど。いや、私もそれは思っております。だから貯めるぞ。貯めるというか、なんていうか、こういう、ちょっと待って、ちょっと待って。強すぎ、強い、ちょっと待って、やばい。いや、ちょっと倒せよ。意外と良かった。ちょっと、ちょっと、オーマイガーシ、危ない、ミスした。すごくない？秋が一個もダメージあれから食らってない。アキはなんかボケるというか、なんか、なんかさ、アキはあんま食らわないよね。オッケー、よし、これで帰るよ。何を？何買う？何買おうかな。ワッファイって何？うーん、この方にも教えれるもの。ケアルラもやっぱで、あの、教えたら。ケアルラ。アンデッド。これはどうかな。これアンディ、アンデッドってなんだろう。これ買おう。うん。よし。え、けどさ、あの、あと3回ぐらい戦えば、あの、これ買えるでしょ。戦うの大変なんだよん。じゃあもう船出そう。最後にこれ、もう一つ、なんか、そうね、もう一回戦ってもいいかもしれない。うん。
もう3回戦いましょう。あのだいぶ強くなったでしょ。車どうも買おうか。あっと何やってんの。山らへん行ったら。ちょっと待って。強い。あ、倒してよ。やばい。また弱かった。ゆうか、攻撃力高いんだけど、防御力がね、やばいんだよ、また。けど、ゆうかは、よし、じゃあ、これ、回復したらいいと思います。え、なんで回復しない？やばいよ。大丈夫。近くに教会あるから。いや、これ、勝ってるぞ。けど、俺の防御力高くね？私バカかも。ちょっと待って、入っちゃった。本当に何回入るんだろう。てか今何ギルか見たら。大丈夫、見ないでキャラか。いや、ダメージやばないですか。大丈夫ですか。ダメージやばくないですかって。あ、やばい、毒くら。よし、てないよ。OK、 危ない。今回はすごい、あっさりと勝てました。今回はシュートの形なんか全然いない。おし。ちょっとやばい。やばい。これ負けるんちゃいますか？ようかまた死ぬんちゃいますか？いや。先に死んだ。これはない。悪かった。ちょっと。あ、けどおかげで満タン。オッケー。ちょっと待って。いや、けどユウカ死んでるよ。大丈夫。ユウカ死んでるけど歩いてるから。まあね、それは俺も昔から言ってるよ。けど俺の武器って斧？にしか入んないとかね。いやね。179だから。買いましょう。間違えた。1780だから、もう3回ぐらい食ったとき。そう、ちょっとそう考えてたんだよね。頑張ってくれ。全部俺に攻撃くれよ。俺1しか食らわねえからさ、ほとんど全然食らわないわ。これこいつらで6だ。なんでリエ狙うんだよ。この野郎は弱いからだよ。いや、敵に多分そんな気持ちないんですけど。こりゃあ頑張ってくれない。お、2000円貯まった。お、ってことは、ってことは、クロマドウも買おうっていう。クロマドウは何があるかな。シーだって。トロオールド、サンダラがある。これ強くね？あ、サンダラは強いよ。サンダラです。これ、サンダラはね、全体に与える。これどっちがいいと思います？多分ね、ファイラもファイヤーじゃないから。いや、どっちがいいかな。これ。俺はファイラがいいと思います。私サンダラがいいと思います。いや、ファイラがいいと思う。迷うね、これはね。ほら。なんで俺が、お願い。じゃあじゃんけんで、さじゃあグー、じゃんけん3回勝負。さじゃあグー、正解、はい。さじゃあ、氷、はい。はい。さじゃあ、行くよ、次回。お願い、ありがとう。よし、サンダラということで、決定でございます。やったー。
いやけどもう一つ買えるから。でももう一つはさケアルだよ、ケアル。え、けどケアル普通にできるからいいな。いや二人覚えてた方がいいと思う。え、その方がいい気がする。これこれ、けど俺は、買うな。ちょっと言うの遅すぎ。お願い、ファイラーがよかった。いや、いや、そろそろ船出した方がいいんじゃないの。うんふん。ということで船出そう。船出します。あと西ってどっち。西って、ちょっと危ないじゃないの。けど、あ、モンスターあった。よし、いや、あ、そうや、あの、夜か行きたい。そうだ、忘れてた。教会に行かなきゃいけない。忘れてた。めっちゃ一瞬だった。よし、教会に行こう。面白すぎて終わった。いや、あ、これさ、俺ただの家かと思ってた。私も思ってた。マジかよーい。マジかよーい。くそー。そうだった。今な。138だった。うん、じゃあもうこのままでもう船出しましょうか。いや、出さない出さない。あれ、あんたバカ。よし、頑張るでー。よし、頑張れ。よし、俺狙ってくれ、どんどん。俺はガード率も高いだから。でも、アクションもガード率高いよね。そんな高くない。いや、1だもん。俺は普通に高い。はい、勝った、イエーイ。で、あともう一回戦えばいい。もう一回だね。山らへん行って。よし、コブラだ。コブラ。コブラはすぐ倒せるはず。けど、ポイズンを食らわないでくれよ。え、強くね。強い。さっき91出たよね。よし、これで生き返らせる方ができます。多分できるね、うん、多分ね、うん、多分ね、うん、おー、ナイス。バニガッテンナイス。プシャユーハラー。そして1ですと。1ですと、そういうことですね。時間もということで、あ、てかこれいいことか。ヒールでいいんじゃない。使ったから、そしてあのケアル、ケアルを OK です。よし、じゃあ左に行こう。西ね。うん、よし。てか、あの一応ここでセーブしとけばいいんじゃない。あ、ちょっともう本当にこれはね、うん、はい、で、ここで一応セーブして、あのえ、なんで？あ、やばかった時にセーブしたから。よし、左に行くで。え、いや、あの船、じえっとですね、だから船じゃなくて
これで。ん？あれどうしたの？220ギルしかなかった。じゃあもう持って、ケロ、あれ、でも、ね、すごい強くなってきたね。わあ、けどなんか言うからダメージ食らいやすい、そう、めっちゃ食らいやすい、てか防御力が低すぎ。あ、毒消しが一つもらえたわ。イエーイ、なんで狼が毒消しなんて思ってるの。いや、ほんとそう思った。いや、それで強い。うわー、オーガー。え、強っ。え、強くなってる。なんでこんな強いの。待って、すごかった。あ、並び替えをしたら、これを…あ、あの…うん、それの方がいいと思うよ。こうしたら、あの、この二人が結構強いからね、いいんじゃないかしら。けど、あの、赤魔女子は体力はないけど、防御力がすごい強いから、普通に攻撃も強いんですけど。ほれ、頑張れ。え、あの、応援にすぎる攻撃してほしいけど。おぉ、いた。おぉ、すごい。よしよしよし、並び替えってすごい。え、今120出たけどすごくね。文句すごい。文句ってたまに強いね。え、104って出るの。待って、ちょうどいい位置なのかも、これ。確かに文句ってほらー、戦いたいんだけど。イエーイ。よし、頑張れ。よし、10も入っちゃった。え、文句で一発。あ、私だけレベルアップした。レベルアップ、なんか私だけね、レベルアップ遅いんだよね。ねえ、なんかするんだけど。よし、レベルアップするためにも戦うで。ちょっとまた増えてる感じでございますね。けど、また超強い。オーガがさ、105入った。もしさ、オーガがこんなにいたらどうする？いや、怖すぎて戦えませんね。ちょっ、よし。よし。やろう。あの、今シドに、シドで俺で122ダメージ出たんだけど。強いな。イエーイ。もう少し、もう少し。あと1回戦えば多分あの了解ぐらいが。いけー、レベルアップ。よし、ちょっと強い、ちょっと、いや、強くない、強くない、俺らには強い、俺らは強いんだ。あ、そう。ん？オーガの攻撃。よっしゃ。じゃあもうこれで1200はできたから、じゃあ車の買ってみよう。あの、ファイラー買って。待って、どこに、うん、どこにあるんだっけ。防具、なんか物的な。あ、じゃあ上、上、上、あの、その、ちょっと待って、横、横、横、じゃあ、そっちなら。混ぜた。で、え、いや、あれじゃね。いや、あのね、ケアルラだけど、まあ、ケアルを、いや、買う、いや、買わない方がいいと思う。リエが覚えます。え、なんで。あ、いや、298余ったから。ありがとうございます。で、その後ポーションを買
ポーションとかの化粧ね。あ、物屋はそのいや橋の下。え、下かよ。あの下でもどっちも動いてる。こっちでしょ。下、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 下。で、鳥海を通り過ぎて。通り過ぎて。上？うん。上とかでもいいし。これ。あ、これか。このマークか。うん。チーの。ごめん、ちょっと知らなかった。俺の方が来る。ポーション、何個ぐらい買ったか。てかフェニックスの王はさ、いや、フェニックスの王さ、あるぞ。これぐらいかな。でも4個だったら1人1回しかできない。これ7個でもう全部技術変えちゃう。何か売るもの、杖とかいるかな。けど服とかはいらないじゃない。笛、このなんか、なんだっけ、7、服とかいらないかもしれない。全部売っちゃおう。それ12ギルしか。でも結構だよ。まあ、売ったら。よし、売ろう。売る。ねえねえ、ナイフは、ナイフ1個だけ売ったら。ナイフ1個だけ売る。あー、まあでもヌンチャク4個ぐらいもあるよ。シミター強い。これってつけてない2つ、うん、ヌンチャクは？全部売ってたら2個。革の鎧本当にいらない気がする。はい、けど革の鎧の割にはすげえな。よく消してちょっといるから。こんな感じで混ぜ割りじゃなかった、混ぜた。ちょっとヒールしゃい。じゃあポーションを、おらほー、今の価格的にこれぐらい買えるけど、これぐらいにしておこうかな。したら一つしか買えない毒消しが。じゃあ4人だから8人、8かで。で毒消しを、はい、うん、こんな感じかな。フェニックスの斧を買いたいよね。これはあの、じゃあもうポーションもう一個買えるから、もう一個買え。はい、なあなあ、こんな感じ。あの、俺の提案なんだけどさ、うん、あのめちゃくちゃ戦い、船乗って戦いまくって、ね、フェニックスの王がね、あ、でも買えるのか。お酌だよ。まあいいよ。ちょっとこのままで宿に行って寝ます。宿に、そしてセーブして宿に行って寝るよ。そしてセーブしたら寝る。あ、そうだ、うん、8ギルしかないの忘れてた。なあなあ、戦すみません、ちょっと戦いましょう、うん、戦おう。すごい修理になって。なあなあ、戦って、俺が勝手に山の方面行ったら、俺らもだいぶ強いだろ。ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫大丈夫、頑張れ。やってた。ペペ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 ペ。もう一回ぐらい戦えば大丈夫だ。ちょっとね、もう一回ね。いや、けどもう一回どこよ。これはもう倒せる。今日リカード攻撃力高かった。攻撃力弱かった。どっちやねんしな。おりゃ、ね、寝るでは。い、おやすみなさい。すごいよね、全回復って。あ、そういや、全回復なのこれ。そうよ。ということで、ここでセーブして
見ますね。いや、セーブしますよ。ナナ、ちょっと失礼ですか。これはそして左に歩いていこうかな。うん、行ったら。あ、ウルフが来ます。じゃあね、ウルフは意外とね、なんか攻撃力が高い。頑張れ。71番入ってました。な、実況者的。いや、てか、あなた実況者でしょ。そもそも。80。ナイスー。ナイスー。はい、そして、白があるって言ってたよね。お、でもなんかちょっとわかんないんだよな。ちょっと強そうだな。なんか強す、なんかちょっと頑張れ頑張れ。ちょっと現実的な話になるんだけどさ、これがさ、道端とかにいたら怖いよね。いや、怖いに決まってんでしょ。いやー、ちょっとさ、こいつすごい強かった。ちょっとみんなもね、強くなってきてる。よっしゃ。いや、どっちだろうね。上下こっち側行こう。行ってみよう。もうこっちに行けなかったわ。下に、うん、ハソリ。なんかちょっとこの絶対ポイズン。赤かかっこいい。あ、やばい、やばい。リョウカが、あ、ポイズンでやられてるのに、あなたとお待ちを。あ、俺もポイズン食らったわ。なんと、あ、やばいやばい、リョウカやばい。またまたリョウカやばいです。ちょっと待って、ちょっと待って、一人しかいない。これやばいから使いますよ。待って、あ、え、ちょっと待って、そんなやばかったっけ。やばかった。ちょっと待って、ちょ、でもちょっと待って。やばいやばいやばい。アイテムを毒消しで使わなきゃ死んじゃう。あのね、うん。でも、もう勢いよく帰ります。うわー。いや、結構多分その間に多分絶対モンスターに会うと思います。はい。ちょっと本当にやばい。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 いくら魔法で全体攻撃したらよかったね。あ、あのね。あ、すいません。やば。二人とも死んだ。これ帰れるかな。大丈夫かな。あのね、こちら数多いかな。あのな、また死ぬとか やめてよ。うん。やばいです。帰ろう帰ろう。どこだ。ちょっと待って。あ。だからここの山を越えていきましょう。多分モンスターあったと思うな。あーうわー、それやっておくかよ。いや、マジで本当に本当にすいません。ありがとうございます。なんやねん、面白いな。やばいくらい生き返らしたいので。いや、あと よかったね。黒魔術にもティアラを覚えさせて。え、キロ、お金足りる？大丈夫です。オッケー。なんでいい？このおじいさんすごいね。本当に毒消しが結構必要なことに気づきました。ワンは毒消しがすごく大事ですね。いや、あとあそこ皆さん毒消しめっちゃ買っときましょう。はい、お金ある。おお、あ、フェニックスのオノも、オノ買ったらこれキキラ生き返らせる。どうします、フェニックスの。フェニックスのいるかな。でもね、多分教会があるところ多いから。これで毒消しが10個なんですね。うん、
じゃあポーションあと20個ぐらい買って、でこれも、これぐらいで大丈夫だ。これぐらい。うん、もうちょっとだ。これでこんなに買えちゃうけど、400ぐらいで。したら、すごい数になりました。と。ちょっと待ってました。うん、はい。よし。で、宿屋で何回泊まっただろう。俺、ちょっとわからない。この村に出入りするのが、何回目かは分からない。いや、6回、いや、7回ぐらいも来てると思う。すごい来てるね。いや、10回ぐらいは来てたら、うん。イエーイ。イエーイ。よし、じゃあ、山に戻りましょう。全開。イエー、全開。イエー、イエー。はい、セーブしておきますね。セーブして、行こう行こう行こう、早く山。山の方に行きます。目指すは。てか、タップ機能。目指すは。ここら辺だね。うん。ここら辺です。いや、ここら辺。ここかな？ここまで行って、こっち来たよね。うん。どうする？まあ。まあ、ここら辺に。うん、行きましょう。多分絶対敵合うよね。敵合わなかったら奇跡だよね。うん。毒？待って、毒禁止になってる。あ、そうや。そうだった。はい。間違えました。え？違う。ダメだ、ダメだ。頑張れ！頑張れ！え、けどな、あ、レイが、あ、レイ死んだから止まってんだ。あ、ここら辺で誘い出てくる。そして攻撃だ。ゲー、頑張れ。強くね？強くね、俺ら。うん、もう強いよ、もう本当に強いから。もう少し、もう少し、あと1回戦えば。いや、あ、下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 でしょ。あ、この、もうちっちゃいな。どこら辺に。頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。え、強いな。今強い。え、114でしょ、この人。114、うん、めっちゃ強い。よし。ていうか、ユウカも強い。ドゥ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 。イエーイ。よかったやん。なんかあるかな。あ、お、なんだこれは。はぁ、ちょっと、え、あ、そうだ、ど、そうだ。キーキー、え、キーキーしか言わない。攻撃してくるかな。なんじゃここ。え、じゃあもう入ったら。なんかこの音楽めっちゃ好き。ないや。あね、なんかちょっと怖い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 。多分ど、え、今見た？うん。見た。けどさ、なんか、あ、なんだろうこれ。なんか敵のさ、相方が違うね。あ、そうそうそう、そうなの。あ、あれ、ここって、ここ？なんか、なんかある。うん、スケルトン？かわいい。いや、強すぎ。え、よぼ、え、18で死んだ。何もなかったじゃねえか。いや、でもなんか多分が、あ、なんかあっちにある。よし、ここまで行くぜ。ああ。え、何そのちょっと待って、強すぎて一発。あ、キキキキキキキって名前だな。よし、なんか階段がある。え、B2 階まで来ちゃった。キーキーくん、あ、さっきなんかあった。サソリだ。サソリ。いや、キロ先行。頑張れ。
かんない。いや、これ強えな、これ強えな。でも90でしょ。え、何て100キロ。はぁ、やばいやばいやばい。あとさ、今ヨイカ一発で60食らったよ。毒消しで、あの、よく回復させて。え、なんで消えられる。あ、なんか普通のやついない。いやいやいや、なんかある、なんかある。何、宝箱。これ宝箱の中にモンスター。うおー、ちょっと待って、めちゃくちゃめちゃ、うわあ、た、タランキュラは多分こ、タラン、タランキュラ。いや、いや、あの、強すぎて悪か。あ、タランキュラね。タラン、タランキュラさ、多分毒く、食らったら多分毒くらな。え、ちょっと待って。お、怖い。え、グリーンスライム。いや、あの、多分ね、一発は、はい、終わります。でも、はい、結構みんなさん強くなってきました。いや、いや、強いというか、あの、ここが弱いんじゃないの。いや、そんな、わけないか。あー、さそり。やばいですね、やばいですね。あの、俺ポイズン食らったし、それに、あの、サソリ強くね。やばい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 、あの、いろいろやばい、いろいろやばい、いろいろやばい。これ消えんさ、そのなんていうんだろう。アイテムで、オッケー、ポーションいっぱいあるからさ、オッケー、あの、レイと、オッケー、アキフン、あ、下に何かないかな。あ、あるあるある。あ、なんだこれ。なんかすごい、なんかこの下がすごい気になる。よし、出て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 。多分すぐ終わりますよ。うわーか、うわー。意外と粘るよね。あ、110に入った。あ、俺なんか強くない。あ、あ、けど多分この宝箱どっちかにモンスター入ってんじゃないの。あ、あ、俺結構普通だった。普通、怖い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 。あー、え、なんかちょっと強そう。グールってなんだろう。あれ、ちょ、ん、あ、麻痺してる。あ、どうしよう、多分ゾンビ。これ麻痺しちゃった。どうしよう、麻痺して直すんだ。ちょっとこれが終わってからだ。あれ、治ってる。あ、けど多分動かなくするだけだったと思う。あ、そうか、今は、あ、今だけ。いや、こっちない。なんかある、なくね。うん、あれ、これどうするんだろう、どこにあるんだろう。あれ、逃げたね。あのね、あっちゃったって感じなのかな。やばい、こいつらの、俺らのこと。で、19でなくなってしまうから。なんか逆に。あ、なんか。あ、やったんかよ。あ、また麻痺された。まあ、麻痺ならまだ。いや、麻痺だけど動けなくなった。なる、アンド。動かなくなって。ちょっと強いな、やばいな。あら、危なかった。よし。え、なんか杖獲得したけど。いらない。いや、ポーションでいか、うん、うん、で、よし。オッケー。で、あ、入るんだった。あ、これどうなの？ダハー、ダハー手に入れてる。ダハーって強くね？普通な感じ？グリーンスライムは、あれ？あれ、なんか強くね？違う。みんなが弱くなってる。麻痺？あの、麻痺か？え？さっきのゾンビのせい？なんか、めっちゃ弱くなってる。待って、これなんでだろう？あ、そうだ。やっぱ後からも続くのかな、いろいろ。違う。装備が脱げてるから。なんてことはないよな。え？待って、やばい、やばい、やばい。どこからだった？いろいろ見てみよう。アイテムで先に毒消しします。装備を見ます。どうするの。え、これはおるし。え、攻撃力なんか下がっ、あれ、まあ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 、何もできない。あの、待て待て、も、文句見て。おい、けどないよね。どうしたらいいんだ。待て、本当にどこ、あ、ま、
こいつは強かったね。え、ちょっとなんか戻ったけど、なんだろう、何の現象だろう。麻痺かな。ちょ、これ1階に帰ろう。ちょっと危ない。あ、あったあった。それによってサソリかよ。ちょっと強いじゃないか。やばい、切れるか。やべえな。あのね、サソリはね、すごい強いね。なんか知らないけど、アイテム使うしかないですね、これはね。もうほら、2回回復して、うん、結構無駄にした気がしたけど。じゃあ奥の方行こう。奥の方もう早く行こう。早く早く。近道ないのかな、これ。前はなんかおい、え、今の音すごくない？初めて攻撃受けた。コロコロコロってすごい怖い。こっち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 側行くの。こっち側、こっち側僕は行きたいんです。ほらほらほらっつってる。お、怖い。さっき来てて粘り強い。ちょっとみんな強くなってる。下下下下下下下行くよ。いけこっち側行ってみよう。怖い。これ、いや、この音俺好き。あ、でもなんかわかる、わかるけど、骨がなんかから、おいー、いや、ケロ、おいー、おいー、なんでシャドウ、ここに、え、シャドウ超強い、自分たちが強いすぎて何も見る暇もなく。よし、この下だ、この下だ、なんかすごい長い戦いになりそう。違う、皆さん弱くなってね。大丈夫。いや、どうだ、これこっち細い道。あ、なんかあった、隠されていたね。あれ、 B2 階のもう一つ来た。そういうことか。あれ、でもこれどこ、あ、まだ麻痺クリアった。 あと数多い。あー、マジか、マジか。あき、今一番体力少ないんだよな。マジか、マジだ。これ全員麻痺で終わるとかね。あ、ね、それあれ可能性あるよ。どうで、ちょっと待て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 。あ、し、回復した。あー、死ぬ。また麻痺はないよな。いや、怖かった。怖かった。あー、びくしょ、あー、びくしょ。戻ればいいんじゃないか。いや、怖かった。なんでポーションで、アキと、アキとピエンとポヨポヨ。ねね、でもさ、なんか出口に、なんで、なにこれ、え、なんかちょっと可愛い。え、ちょっとだけ強い、強い、ちょっと強い。さっき一気の80。いや、下行って、これでもここ出たらどこなんだ。いや、さっきさ、すっごい強かったよ、あの敵。これ、リエで一発ですごい。アキ弱い。違う、さっき一発でさ、何もない。なんだろう、本当だね。いろいろいるな。すごい、なんか変な音だよね。すごい、でもこのダダって音。え、中くれ、ブリンスマンは防御力が多分多い。あれじゃない、スライムだからグニオってなるんだよ。うん、多分そうだね。ハイポーション一つもらえた。ハイポーションはありがたいっす。こっち側行ってみよう。あれ、やっぱりなんか何にもないな。先制攻撃だ。え、ケロ、ブリーボーンはこれ初めてだ。なにこれ、ブラッキーボーン。え、なんか強い。お、今守った。守ってるよ。
前からずっと守ってるよ、すごい守ってる、ね、これどこ行けばいいのかな、上行ってみるか、こっち、おう、え、レアチーズ、緑、なんか洞窟の生き物って毎回ちょっとな、なんかすごい個性的で私を好きだな、俺もこっち側は、いや、プロ本当なんかどこ に行けばいいのかが分かんないよね、難しい、また守った、チンって言ったら守ってみる、こいつは強いよね、やばい、リエが、イエーイ、ポーションで回復して、あ、ハイポーション、なんかポーションもなくなってきた、あ、ちょっと下行って、あ、下行きます、ね、いや、こっちこっち、さっきこっち、あれ、ここ初めて来たの、いや、ここ初めて来た、うん、頑張ってくれ、この人お願い、頑張って、弱い、頑張って、うん、オッケー、一度目も食らわず、あ、こ、あ、これ、これ、これ、入って、入ったら、あるかな、あ、ある、ブロード、あ、ちょっと待って、あの装備見てみて、して強かったら装備で戦して、ブロードソード、待って、最強やって、最強、攻撃力は待って、こっち、これを例えばこっちにして、え、強くね、あ、強い、これよし、これにしよう、ブロードソード、うん、これにしよう、オッケー、いいものもらった、いや、違う、おお、やっと試した、こっちは強い、リエが本当に、いや、というか、リエにはそのブロードソードをやったら、赤戦士も強いよ、多分そういうものじゃない気がする。よし。ここは初めて来たから。こっちかな。うん。お、あ、やっぱりなんかまた違う場所なの。え、ちょっと。あ、ここ強いやつ。いけ。やばい、強い。え、111。すごい。おー、危ない。ゾロ目だった。さあ、何が手に入る？ポーションか。まあ、まだいい方だ。ポイズンやめろ、はぁ、ちょっと怖いよね、ポイズンとかは、よし、やったー、あ、ちょーい、意外とサソリ強いんだよな、おーい、毒消し買っといてよかったね、本当だよ、こうハイポーション使ったらこれでこうかな、よし、頑張れ頑張れ、ポーションもなくなってきた、こっち行って、こっち行って、その、あの、またやばい、あれ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 、あ、ただ単に車同士が強くなかったっていう事実が判明した、車同士はいないよ、いや、白魔同士、あ、あ、あ、下、あ、下だね、下、下、下、うん、下、あ、また麻痺のやつ、あ、ナイス、うん、またマヒやめる、マヒだけやめて、逃げた、すっごい入るね、これは回復しましょう、あのポーションが本当になくなりかけてる、なんか尺が当たり前になってきてね、俺、そう、最初はね、え、え、え、すげえ、またいた、スライム、なんかすっごい強い、なんか強いが当たり前に、これモンクだけがすごい強いんだよ、やばい、強い、いや、あの、けど攻撃力は弱いね、いやー、危ないです、おー、緑は強いな、意外と、うわ、うわ、おし、あった、ポーション、やった、これさ、宝箱いっぱいあるから、よし、こっち側行くね、あ、サソリ、サソリ、あ、
倍返しされましたね、これね。はい。ちょっとこれなんか同じ作業ですね。あれちょっと、うん、こっち側行きましょう。あれあれなんか、お、あ、繋がってる。やった。うわうわやめてくれ。よし。いや、けど攻撃力もこいつら弱いから。厄介なのが、厄介なのが、あの防御力なんよ。もう少し。俺37出たわ。慣れてきたのかも。でもポイズン君かかりやすい。お、ナイス30。いいところ入ったんだわ。本当に大変。やばい。下下。あ、出れる。出てみ。いや、で出なくて。これが3回。え、3回までいけるのこれで。あ、じゃあこれ強いんだしな、大丈夫。うわでも93でできるから、もうちょっと。よし。水そこ水いや、けど、あの、マジでね、本当にね、あの、白魔導士の攻撃力と防御力が弱いから、そのブロ…こっち側行きましょう。なんで？お前り、してるだけだよ。99、はい。10回。50。ナイス。でもこっちが気にならない？なんかあるね、そっちに。いや、ずっとあるよ。何入ってある？ただ、こいつは普通に。そう、こいつは回復。こいつっていうか、あの、この方はですね、グレイウーズは普通の。はい、こういう気でできます。レベルアップ。けど、こっちの前よ。頑張れ。怖いよね。いや、本当にやらない。本当にはめられた。やばいやばい、こいつだ。大丈夫大丈夫。いやー、え、こいつね、なんかあのこれでポイズンになるのが一番怖いんだよ。なんでみんなそっちを。これ選択でやった方がいいかも。よし、ナイス。やばいです。音がなんか癖になる音をしてる。うし、今47です。よし、この人が亡くなれば OK。 おう、90です。けど意外とみんなやばいんだよ。おお、毒入ってしもうた。大体同じ、人間と同じサイズだよね。毒消し使わないと本当に死んじゃう。あの、やばいやばい、27だよ。けど、あんまさ、魔法使ってないから魔法を使っていいんじゃない？ダメ。よし、こっちには、あ、なんかある。あれ？逃げた。マジ、情報提供されるわ。そのぐらい逃げてる。あ、ポイズン食らった。やばい、ポイズン食らいましたね。自分頑張ります。もうなんか同じ作業がいっぱい繰り返されますね。これでもな、何もなかったら本当に。おいした。これ多分さ、そう全部さ、あの、ないんじゃないかな。ポイズンだけやめて。ポイズン。あ、皆さんやばくないですか？強い。これ思った。この時こそ魔法を使おう。全員回復するんだ、これは。やばいよ、本当に。いや、ヨーカーがまたやばいよ。ちょ、これはね、魔法使わないとね、死ぬと思う。だから、ごめん、あの、なんかちょっと魔法使う、これ。これ。キアルラもあるよ、キアルラは。あ、でももう一回。 OK。 ちょっと やってみようか。よし、下行くぞ。もう気にしない、この部屋。もう行かない。いや、あるかもしんないだろ。あ、え、よし、ほら、何かある。あー
逃げた方がいいんじゃねえの。え、逃げるってできるの。できるよ。いや、あの、これを残して、うん、あ、逃げる。あっちから逃げていきました。逃げた。逃げ出した。これは絶対なんかある。神秘の鍵。だからこの神秘の鍵っていうのは、え、じゃあさ、どこで手に入れる。さっきのあの部屋行って、もし神秘の鍵があるかもしれない。それはある。お前がし、あの、これ逃げた方がいいんちゃいますか。それ、私も今思いました。やばいですね。やばいですね。本当にやばい。おやまい、おやまじ。おやまいが、おやまいが。なんだか戦うんですか。逃げましょうよ。逃げましょうよ。逃げましょうよ。逃げ出した。いや、面白すぎんだけど。俺さ、なんで本当に俺さ、うん、本当に俺やばい、ポーションが本当にやばいんだよな、ポーションが。はい、ちょっとこっち見てみよう。お、よし。いやギルは今いらない。モンスターの先生、モンスターの席、その情報いらない。いや、あのね、頑張ってよ、本当に。いや、これは普通にできる。これは普通に戦えるから。すごい強い、強い、強い。よし、もう少しレベルアップ。君、邪魔。いや、あ、けど、こいつら神秘の鍵持ってんじゃねえか。強いな。おい、強いな。強いな、強いな。やばい、死んでしまう。ちょっと待って、全員の攻撃終わったらこれで、本当にやばいと思って。おー、うわ、これちょっとやばい、本当にやばい。フェニックス、だからフェニックスのやつ使おうかなって。間に合い、間に合い、間に合い。車同士がいなくなってしまったのは、これは全員で戦うしかないと思います。危ない、危ない、危ない。俺今ほとんど死んでた。すっげーポイント手に入れてた。クラウン？王冠だよ。君なんで？さあ、ちょっとね、長くなってしまったのでね、ちょっとこのクラウンを手に入れたところでちょっと一旦やめましょうっていうか。でも少しだけいいですか？クラウン、クラウン少しだけ見てみたいんですけど。ということで、これで中断ができるのかな。はい、中断します。まあ、これで終わりましょう。はい、はい、ということで、バイバイ。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、また楽しみにしててください。はい、バイバイ。バイバイ。イエーイ、指導です。